新宿アルタは東京都新宿区新宿3丁目の新宿駅、東口駅前にあるファッションビル。2000年に大ビルが所有権を取得したことから現在のビルの正式名称は新宿大ビルとなる。主に商業施設が入居するほか、7階にはかつてテレビスタジオ、スタジオアルタとして笑っていいともの公開性放送などが行われていた多目的劇場。 キーストディオがある。名称の由来は、オルタナティブで、既存のものに対する、新しいもの、常に新しいものを発信するという意味合いで、名付けられた。1979年、新宿3丁目24番にて竣工当時の名称は、新宿情報ビルスタジオあるた。当初から7階に、テレビ放送に対応したスタジオを有し、新宿駅東口に面した壁面には、 日本初の大型街頭ビジョンを設置した。設置当初はモノクロで放映されていた。新宿アルタの CM キャッチコピーはアルタでデート。当地にはかつて三越が出資していた1926年創業の二耕食品店と呼ばれる食料品専門のショッピングセンターがあったビルを三越主導で建て替え、再開発した。建て替え、再開発にあたっては 富士テレビジョンとテレビ東京が資本参加しており多目的スタジオの設置も計画された。それがスタジオアルタであり三越やその提供番組のレディースフォーとのつながりもあり完成当初はテレビ東京もスタジオアルタを番組制作に多く利用していた。地下日常6階以下のスペースは三越伊勢丹プロパティデザインが運営するテナントビルで主に若年女性向けの医療。 雑貨店がテナントして入り、2005年には全店舗が女性向けのテナントとなっていた。しかし、その後に新宿駅東口と直結するルミネースと新宿の開業や周辺にファストファッション店が相次ぎ出店したことから若年顧客が離れた。また2014年3月末で笑っていいともの放送が終了したことも逆風となり、スタジオや 機材の使用量収入が減った。そうした経営環境を踏まえ、運営会社の親会社である三越伊勢丹ホールディングスは、新宿アルタはトレンドへの関心が高い幅広い世代にターゲットを拡大するため、2018年夏頃まで再構築を進めていくとし、テナント入れ替えの第一弾として、同年6月22日に40代以上を主な顧客とする医療品カタログ販売の ドクラスとコンフォートシューズブランドフィットフットのブランド併合の機関店が1階にオープンした。1.2階は街頭イベントが行うことができる構造となっており、待ち合わせのスポットとしても用いられる。地上2階のバルコニーステージではビデオサインと連動した東北新幹線開通記念式典、薬師丸ひろ子、セーラー服と機関銃、ひろ子デート、西条秀樹、 ハウスグラノラバープレゼント大会、岩崎よしみ、バレンタインアルタなどのイベントが行われた。スタジオアルタも、参照地上7から8階の多目的スタジオでは、コマーシャル、テレビ番組制作、映画の収録、撮影などが行われていた。1982年10月4日から2014年3月31日まで、森田和義アワー笑っていいとも、 の公開性放送に使用されていた。番組初期は、テレフォンショッキングのゲストに、電話の際に、新宿アルタが分からず昔の二校とタモリが案内する、ことが多かった。2016年3月31日をもって休止、スタジオとしては36年の歴史に幕を下ろした。2016年11月3日、スタジオアルターとは、劇場、アルタシアターに衣替えして、リニューアルオープン。 今年公演は LOL ライブ 3D であった。しかし、アルタシアターは2018年4月8日をもって営業終了。同6月にはキーストディオとして改装をオープンした。2項とは海の幸、山の幸をお客様に提供するに由来する。テレビ東京も株主であるが、富士テレビと比べると極端に持ち株数は少なかった。ありがとうございます。